おはようございます。ではペーパーマリオ RPG 続きやっていきましょう。ということで透明ピーチですね。スケルトンピーチ、スケスケピーチ。さあ話が怪しくなってきましたけど、その透明になる薬を手に入れて秘密のものをゲットするみたいな感じで、あいつは大丈夫か。こいつは赤外線センサーなんちゃうか。あぶんかい。アテナちゃうやろ。ここはバツガルフの部屋ね。ディスクはどこかしら。ディスク。凶暴な水族館ですね。これはなかなか防犯意識高いんじゃない。こうやってどこにいるか、このへこみ具合でバレちゃう。しかし俺は全く別のことをするやつ。え、先にそっち。ではそのディスクをこの部屋にあるパソコンに入れてネットワーク接続しよう。あ、そういうこと。分かったわ。この部屋じゃなくてよくねえかとも思うわけですよ、フグにゃ。ゲームじゃねえか。やった、動いた。え、何してんの。これなんでゲーム終わったみたい。じゃあディスクをちゃんと元に戻してくれないで。来るぞ。これでいいわ。ちょ、もう一回見。そう、へこんでんだもんな。ハテナちゃうやろ。つか普通に自動ドアで開くんじゃねえよ。認証しろ何かしら。うん、まあ普通に帰ればいいのか。特段何も障害がねえんだけど、おい、ただ薬調合に手間取っただけじゃねえか。あかんのかね。え、あつか服取りに行かなきゃいけない。ありがとうピーチ姫、データを手に入れることができました。そう、よかったわ。では元に戻る方法を教えます。え、またやんの。緑の薬を飲んでください。それで元に戻ることができます。あ、そうだ。あ、そんな簡単なの。よかった。あ、また調合しろとか言うんじゃん。え、何。あ、余計なことしようつんだよ。おいおい、ティアラはいいだろう。よう、お前イヤリングもつけてたな、ピアスか。よかった、戻らなかった。どうしようかと思ったわ。確かに体にも影響あるね。では私のいるコンピュータルームに戻ってきてください。嫌です。これ、うえぇ、ー、帰るか。普通にいいんじゃねえの。誰か終わったわ。直通かい。どこ出てくる。あのデータは何だったの。今はまだ解析中です。あのデータにはたくさんのプロテクトがかかっているのです。しかしもし私の予想が当たっていれば。当たっている。いえ、ミスは許されません。完璧に分かってから教えます。さあ通信機を使ってください。いいわ、ちゃんと分かったら教えてもらうか。では通信機を使わせてもらうわね。今日は薬を作って透明人間になりました。大きくもちっちゃくもなりましたみたいな絵日記みたいな送るつもりか。だって今日別にそんな伝えるような話あったか。さあ今回はこれで おしまいです。そうそう、お部屋に戻ってください。分かったよ。じゃあね、テック。ブーン。ありがとう、ピンチ締め。さようなら。どういたしまして。ピーチ姫、あなたは私が守ります。なんだ、行きに行こう。もっとあまりただの賑やかしで終わってるクッパさんですね。あそこまだ探してるのか。よう来たな、ここに。まったく薄暗いところだな。薄暗いでございますからの。
ここにも例のものがあるはずでした。汚染だよ情報が。そこら辺のそこら辺のやつをサクッと締め上げてスターソンの何かを突き出すのですじゃ。うん、では行くぞ。いたよ。あの後どうしたん。へへ、確か魔女のやつこの辺りでイチコロ爆弾をなくしたと言ってたはずだが、ならば味が置かれている状況は非常にまずいまずいまずい。ここらで一発逆転をしなければ。ついていくな。あんのかい。これだイチコロ爆弾。これでマニオをやっつけてスターソン一遍にいただくことができる。ゲーヘ、わしもまだまだ月に見放せてはいないようだわい。こりゃそこの怪しいやつ、スターソンについて何かしておるのか。ゲー、なんだこの髪。さてはお前らもスターソンを探してるんだな。これは逆転チャンスかな。よし、お前らが知ってることを全部話してもらうのはむしろ何も知らねえぞこいつらは。お前こそなんかお前こそなんか知ってるなら洗いざら話してもらおうか。グズグズすると容赦を忘れるぞ。いやーな、いやいや、なんのこれ。しっけ、やれもんだ、やってみろい。全員集合。いっぱいおったわ。げー、どうだ、話す気になったかな。キャッキャッキャッ、クッパ軍団食べるんじゃないよ、こっちも集合じゃ。来るんか。あ、来るんだ。一応渡ってきてんだな。お前戦争すんな人んちで。キャッキャッキャッ、さてどうしようかね。うん、おい早速使うなよ。こういう時のためにこれがあるのだ。俺これを食らえばお前もイチコロだ。食らえイチコロ爆弾。それ壊れてっけどな、見てわかるよ。うわあ、何も起きないではないか。こんな俺こうだぞ。いやそれもそれで危険よ。あ、バカだな。なんかマリオと関係ないところで何やってんの。よし帰ってきたね。帰ってきてないか。店員おばじゃね。お前たちさっきの戦い見事だったぜ。キリッタ、もし必要ならこれからもブラックスカルコを使うがいい。ふえ、なんてありがとう。この船ならゴルツキタウンまであっという間だよ。こんな島におさらばして我が家帰ろうなあみんな。ああ国境に帰る。僕たちはこの時を待ってたんです。生きて帰れるならね、ほんなんていりません。さあ早く腕を出しましょう。いいね。それでも財宝を追い求めるやつもいるんだぜ。そういうことだ。さあ行こうマリオ。テインオーパーじゃね。あのマリオ、あのマリオ、私たちこの島に残ります。いろいろあったけどこの島は気に入っちゃったの。それにここでピートンと生活しようと思ってるんです。うわー、お花畑、お前食料とかさ。ね、どうすんの、どうやって生きていくの。まさか木の実取るとか言うなよ。絶対耐えられないでしょ。お前みたいにもうマフィアのボスの彦のまた元ね、いい生活をしてきたやつがこんな無人島で何ができるといいんだい。マリさん、ボスによろしくお使いください。俺もこの島に残るぜ。あ、そう、それは別にどうでもいい。お前さえ出ねえならここは一層ここは結構住み心地は良さそうだからな。皆さんきっと大丈夫だ。さあ行くぞマリオ。あん、そうだ、変えてねえわ。よいよいな、いざ地球。え、お前も来んの。お前早く成仏しろよ。ちょっとこのパイレーツ感ある曲ね。海賊機大丈夫、溶けてない。星月、丸ハード日、こうして我々の冒険は終わった。船はゴルツキタウンに向けて順調に進んでいる。もう間もなく、港が見えてくる。結局、財宝は手に入らなかったが、私は結構満足している。なぜなら、財宝よりも大切な何かを手に入れたような気がするからだ。そうかな。さあ、ゴルツキタウンが見えてきた。航海日誌を閉じる時は来たようだ。皆に栄光あれ。人類に栄光あれ。おう、ついに私は帰ってきた。このふるさとなる町ゴルツキタウンへ。怖っ。しかしこうして無事に戻ってこられたのも私の活躍があった頃であったからこそであろう。どちらかというと先祖がね盗んできたからこそ。まあそれはみんなも分かっているはずだ。ではマルコさん、
私たちはこれで失礼します。ご縁があったらまたお会いしましょう。バイバーイ。え、もうみんな行っちゃうの？結構冷たいよな。どこ行くの？まあそれはともかく、マリオくん、君はまだ冒険を続けるそうだね。うむ、君ならば、あ、この偉大なるマルコをいつか超えられる日が来るかもしれない。もう超えてる。まあちょっと難しいかもしれないが、頑張ってくれたまえ、俺のセリフよ。まあ私の時は、おお、そういうもマリオよ。トルコアイランドへ行きたくなったらいつでも俺様に行ってくんだよ。おう、サンキュー。そしたら超特急で島まで送ってくれよ。はいはい、君はもういいから。おっ、さてギャラギーもいなくなったことだし、私もそうそう失礼させてもらおう。町で会ったら気軽に声をかけてくれても結構だからね。ではまた会おう。バイバイ。もう会わねえよ。ではマリオ、私たちも地下の扉へ向かおう。そうだね。ふぅ、まあちゃんと回りましょうねって話で。うい、セブエ。まあこれで、まあ結構長かったね、あの芝の話は。さて、あ、この間はミュージカルタウンに行って奇跡の羅針盤のパーツの一つを手に入れたんだ。いや、あれは現実的な冒険だったよ。その時の僕の話を聞きたいかい、知りたいかい。ただちょっとばかり長い話になっちゃうけど、もういいよ、勝手に話せ。話すと長くなるんだけどね。ミュージカルタウンに到着した僕たちは街のきらびやかさに圧倒されてしまったんだ。とても賑やかなところで、みんないつも笑顔なんだ。羅針盤のパーツの情報を探していた時、パンジーさんの落眼に、落眼に出会ったんだよ。落眼は演出家で、落眼一緒に舞台に立つ劇団員を探していたんだ。僕らは羅針盤のパーツを探してるからって断ったんだけど、落眼の話だと羅針盤のパーツは演劇コンクールで優勝するともらえる、このプレートがそれかもしれないって言うんだよ。なんでそうなってんだよ。仕方がないから僕らはみんなで練習をしてミュージカルの舞台に立ったんだ。どうせお前が大根なんだろう。演目は炎の紋章の謎っていう劇なんだけど、これがひどいんだよ。僕の役は草だよ。道端に生えている草。いいじゃねえか。ぴったりじゃねえか、色。床に寝そべって黙ってじっとしているだけ。みんなはセリフがあったのに。でも草の役割も大事だから、たまにこう風を感じなきゃいけない時があるからね。いくら僕が緑の服を着ているからってひどいや。結局舞台はとっても好評で見事優勝したんだ。奇跡の羅針盤のパーツが入った手に入ったけど、ちっとも嬉しくなかったよ。みんな楽しそうだし、これから先は一人で冒険を続けようとこっそり裏口から外に出たんだ。そしたら僕のファンがたくさん電話帳をしていて、おびくしゃにされちゃったんだ。ちゃうやろ。草でも見ていてくれる人がたくさんいたんだよ。とっても気分が良かったな。そうそう、羅針盤のパーツをはめると奇跡の羅針盤を北の大地グリムの森にあるグリムね、天球遺跡、天球を差し締めたんだ。そしてもちろん美しい声が、ああ、愛と主演グリア姫、なんて癒されるんだ。いい、僕は草でいい、大丈夫か。僕は必ずあなたのもとへとたどり着きます。こうして僕は再び船に乗って、なんとかこのゴーズキタウンに帰ってきたというわけさ。これが僕今回の冒険なんだ。帰ってくる率ある？もっとお金の話を聞くかい。結構です。では真実を確かめてよ。私はラクガンです。ルイジさんはアクターの才能があります。あ、そうだ。冒険が終わったら私とまた一緒に舞台に立つね。次の舞台名も決めたね。赤い風船の奇跡です。もちろんルイジさん草ね。草生える。でも今回の話はまだまともだったな。ああ、そうだ、変わるの忘れてた。ああ、はあ。マリオへ、良いお知らせです。私が捕らえている場所にテックというちょっとおかしなコンピューターがいるのです。そんなこと言うと、そのテックと協力して彼らの重要なデータを流出することに成功しました。今そのデータをテックが解析しています。データの解析ができれば彼らの経過がもっと詳しくわかるはずです。何かわかったらまたメールします。ビジョリー。ビジュもなかなかやるもんだ。私たちも負けてはいられんぞ。そうか。何で、実はあいつ、なんか指示待ちでさ、やってって言われたことやってるだけじゃないか。よし。で、ああ、なんだ、投げんだよな、この話。ゴールドキタウントゥデイ、
本日昼下がり花畑でくつろぐことで知られる花畑クリボーことパークリーさんが西エリアパークの花を食べているところを発見され厳重注意を受けた。パークリーさんは花が愛おしく気がついた口の中に本当に申し訳ないと反省を伺いました。花が好きゆえに起きた不幸な事件にゴルツキタウンの市民からは同情の声が多く聞かれた。ゆけショップ探偵団、今回紹介するのは薄グラマラのショップ、うさぐーら。夫婦で支える姿が印象的だ。奥さんが若いと旦那は気苦労が絶えないようだ。妻は誰も渡さん、遊びと本気は違うの。二人の愛は本物である。そんなショップの主人からコメントをいただいたが、とてもここには書けないような内容なので割愛します。ご了承ください。しかし奥さんから GDM の読者にタイムサービスをお知らせ。今から15分だけショップポイント2倍にサービスよ。来てね。おう。オロリニューもさあ、今日から地球編で、中級編です。今日の献立ではヘルシーサラダ、カメカメ葉っぱとつくしん棒をザクザク刻んで盛り付けると、はい、出来上がりダイエットのおすすめですよ、何か。編集、合計、わだわだ、じゃじゃじゃ、ちょぴちょぴ、ババー。というわけですね。何か ?OK。だって、一回、行くか。あれ、ここでいいんだよな。誰お前、おい、ここにクッパの手先がさ紛れ込んでんだけど、何事もまずは物知りから。ああみんな知らないわ、ふざけやがって。ステージが進むと敵が強くなるやつ、ホーラーズつけ攻撃してくる。おまけにもたもたしてると弾を増やす。うわぁ、クッパの部下の中でも、ん、おぉ、クッパの部下じゃねえか。じゃあクッパはどこにいるのかな、知らんがな。あ、そうだった、とんがってた。嘘でしょ、てか、うわー、しかも風が、ビリは卑怯じゃないかい。帰れ。あとはお前だ。ほい、マミン、味方を助けるような魔法をいろいろ使って私たちを苦しめる。それに自分が一体だけになると分身して、カメックをやっつけたり動きを止めないと苦しいバトルになるかもしれないわ。なるほど、先にカメック。でもこれ当たんねえんだよな。当たったわ。あ、そうです、先に倒してよかったかもしれない。さあ、そっちやろう。はい、これでおしめだよ。よし、さあなんだかんだ残り2つか。これ入れたら、これ入れたら、さあ次はどこになるのでしょうかね。いや、このシステムガバガバだよな。結局最後に、最後のピース集めてこの扉開けたらいいんでしょ。じゃあ全部他のやつに任せさ、漁夫の売り作戦いけるんじゃんってなっちゃうけどね。そこら辺の、その、貢献度システムとか導入してほしいけど、どう思いますかね。さあ次は右下だろう、さすがに。ほら、疲労、パルテノン神殿、明らかにあの魚だ。かまぼこにしてやるぜ。魔法の地図にスターストーンのありかが書き記された。プーペー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 プー、おいえ。喜び君たち、次のスタートはヒカリーヒルズであることが分かったぞ。
あ、どう。ヒカリヒンズってお金持ちや映画スターが住んでいるというあの街ですか？ハリウッド的な。そうだ、確かヒカリヒンズには星を祀ったピカリ神殿があるという話を聞いたことがある。おそらくその神殿の星やらがスター層に違いない。まああそこなら恐ろしい壁と変なダンジョンもあるまい。観光名所になってるくらいだからな。ということはピカリヒンズに行くためには、そうだ、あの有名な特急列車リッチリッチエクスプレスに乗るのだ。快適な列車の旅を終えたら目の前にスターソンが待っているというわけだ。そんなことねえだろう。スターソンを譲ってもらうのにちょっと骨が折れるかもしれんが、まあ今回は役所だろう。そうなの、誰か持ってるってこと？でもリッチリッチエクスプレスってかなりのお金持ちじゃないとチケットを買えなかったよな。こいつはまたモンティオーニに、頼まねばならぬかもしれぬ。まあなんなら娘の命の恩人だからな。まあ仕方ないわ、行きましょう。まあ良いか、魔法の復活まであまり時間が残されておらぬかもしれぬ。わしもできる限り情報を集めて、君たちを頑張ってみてくれ。うぅ、わかったよ。お、テレさん、お前マリオか。このメールちゃんと届いているか心配だ。捕まった仲間を助けてくれて感謝している。だからいいことをしている。オドロン寺院にはまだまだたくさんのお宝が眠っているんだぞ。あ、でもお前のことだからもう全部見つけたかも。せっかくの情報は悲しい。お前なんかとっとと次の冒険行け。ちょ、驚んじんのテレサル。でもお前このテレサあんま好きじゃねえんだよな。どうも。おお、いいところに来たので、あーる。先日星占いをしていたら王主に関わる重要なお告げがあったのである。そのお告げとは、今はなずき大きなドラゴン、裏返る階段、空っぽの黒い箱、トゲの部屋、ああ、あったっけ。その奥にヒゲの者たちを助ける手がかりがあるというものだったのである。これが何を意味しているかさっぱりわからないのであるが、この人の中身にとって思いっきり重要なお告げであることは間違いないのである。もし好みが分かったら次の場所のところへ来るのである。その前に強くしてくれよん。というわけで、やってないやつがいるからバレるか。レベルアップしろ。結構余ってるけど、あと一人仲間になりそうだな。あらるるである。UR である。ヒップである。パープである。このトゲの部屋の話ね。ちょっと行ってみるか。これ確か行けるよな。ちょっとね、道。まあ、あそこ船使える。船使えるようになったらいろいろ行けるんだよな。これさ、船で行けるんだよね。これどこ行くんだろう。これどこ、あの空間はなんだ。社員か。あとはこれか。ほい、遠いな。あってた。でもここ行くの違うんだよ。まだなんだよ俺そこ。まだちょっと謎を解きたいだけなんです。俺じゃねえもんな。まあ一応取るけど、あれどこだっけ、あのトゲが降りてくるところ。わかんねえな。普通にアウトじゃね？トゲをガード、トゲのある敵を攻撃しても反撃受けなくなる。おお、ええ、これはいいんじゃない。トゲをちょうどこういうこのトゲは関係ないんだよな多分。当たってね。まさかここじゃなかった？この遺跡じゃなかったっけ？いや、こっちは関係ない。
なんか違うとこ行ってんだけど。誰？何？この人がよく来たな。ここはレベルの調整屋だ。もしあんたが今の自分の能力や仲間のランクを変えたいと思っているのなら、ポイント引き換えにあんたの能力や仲間のランクを調整してやってもいいぞ。ランクを調整？サンキューコインで？マリオ能力。あー、なるほど。上げられるんだ。上げよ。あ、下げるんだ。やめよ。え？仲間？できんだろうな。あ、みんな上がってるのか。まあ、よくわかんねえな。ここじゃね？やっぱゴンババの。わあ、ここだ。ここだ。ここに来たかったんだ。で、なんかここにあったわ。あの占い師が言っていた。何かしら役に立つものがここにある。めちゃめちゃ迷ったけど。行くぞ。なんだ？え？あ、俺も切り取られる。ブル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 。上向き矢印。これが何を意味しているのか誰かに聞いてみるのである。言われてある。しかいねえじゃねえか。帰ろ。よし、着いたぞ。なんであれ言われてあるお前だよ。上を向いた矢印は分かってんじゃねえか。え？上向いた矢印？え？上。おっと、そうである。どこ行くね？お前が上行くな。え、拡張した。なんだ？これはウルトラストーンである。スターストーンより強いんじゃね？あのお次はこのことを言ってたのであるな。私が昔ゲットして天井裏にしまっておいたのをすっかり忘れておったである。これがあればお主の仲間はさらにパワーアップできるのである。やはり。と思っていたぜ。取り替えろ。そんなんでいいのか。初めからこいつそれ使っとけよ。よし。9個あるな。クリスチーヌ、まあ、メインメンバーをねちょっと強くしてきたよね。あらららら。であーれ、なんか変わんのかな。いいっす。あらん。よし、まあ、ノコ太郎置いといて、ビビアンと、まあ、まあ、とりあえずバレるかな。あとは、メロメロキス。すべての敵を攻撃する技で大群ヨッシュを使えるようになる。これはありだ。他のやつの説明何も見てないけど。だから結構スターストーンじゃなくて社員を集めなきゃなって感じ。もう無理である。なるほど、これでバップかな。一応取りに行った会話あったら無駄に時間かかったけど。よし、じゃあちょっと次か。次は話を進めていきましょう。ではまた、頑張っていきましょう。バイバーイ。